はいどうもふーちゃんです。新年明けましておめでとうございます。2019年最初の動画ですね。現在今浜松駅に、ね、来ております。1月1日の12時30分0時30分を回ったところですね。今からね寝台特急サンライズ瀬戸号、年明け初めのねサンライズ瀬戸号に乗りまして高松まで行きたいと思います。はい、ただいま時刻はね0時38分を回ったところ、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号高松出雲市行き、1時12分の発車ですね。まだ30分ぐらいありますね。その前にね、3番線に上りの快速ムーンライト流れ号がね0時55分発、0時45分浜松に到着予定時刻です。はい、現在時刻1時7分ですね。あと4分ほどで寝台特急サンライズ瀬戸出雲号浜松駅到着予定時刻となります。今ね駅をねざっと見てきたんですけども、大体ね僕以外に 4,5 人サンライズ瀬戸出雲号にね乗るみたいですね。時刻はね1時23分ですね。東海道線鷲津駅付近ですね。Thank you.
ございます。次は岡山です。岡山ではサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号の切り離し作業を行います。まもなくいたしますと、準備のため7号車と8号車の間は通り抜けができなくなります。ご了承ください。皆様おはようございます。新年明けましておめでとうございます。本年も良い年になりますようお祈り申し上げております。ただいまの時刻は6時20分でございます。列車は時刻通り運転をしております。列車は時刻通り運転をしております。あと15分ほどで岡山に着きます。岡山ではサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号の列車の切り離しを行います。岡山ではサンライズ瀬戸号とサンライズ出雲号の列車の切り離しを行います。準備のため7号車と8号車の通り抜けはできなくなりますのでお気をつけください。ありがとうございました。岡山に着きます。はい、皆さんおはようございます。現在6時26分ですね。あと1分ほどで岡山に到着いたします。岡山でね、切り離しをいたします。見に行こうかなと思ったんですけどね、今日は、乗り遅れの可能性もありますので、今日はね、おとなしく部屋でスタンバイいたします。This is the Sunrise Seto bound for Takamatsu. The next stop is Kojima. After leaving Kojima, we will be stopping at Sakaide.明けましておめでとうございます。三大瀬戸号の高松方面こと平井幸です。三大瀬戸号高松方面こと平井幸です。ただ岡山行き3分ほど遅れて発車しております。なお各駅にはほぼ時刻通り到着予定でございます。この先小島には6時52分境で7時9分高松7時27分高松には7時27分続いて多度津には8時33分善通寺8時43分終点の琴平には8時52分琴平には8時52分の到着予定でございます。
まして、おめでとうございます。3連戦の高松経由、琴平行きです。乗務JR 四国に交代いたしました。終点琴平までご案内させていただきます。福井は坂出でございます。はい、瀬戸大橋に差し掛かりましたね。僕個人的にはね、約7年ぶりの瀬戸大橋を渡ります。ありがとうございました。まもなく坂出に着きます。降り機右側2番乗り場の到着です。忘れ物をなさいませんようお知らせください。坂出からの連絡列車をご案内いたします。普通列車の関門寺行き、宇多津丸亀、多度津高間、高須方面、関門寺行き、降り口方面3番乗り場4分の打ち合わせ、7時15分の連絡です。途中、多度津から全通乗務予定車の琴平駅に連絡をしております。
おはようございます。高松、終点高松です。ご乗車お疲れ様でした。車内に手袋、マフラーなどお忘れ物なさいませんようお降りください。はい、いかがでしたでしょうか。サンライズ瀬戸号はね、先ほど琴平に向けて発車いたしました。今回のね、この1月1日サンライズに乗って初日の出をね、見る挑戦はね、本当に子供の頃からね、やってみたかった、ことの一つであります。一鉄道ファンとしてね、鉄道に乗ってやりたいことがね、また一つ叶いました。まだいくつかありますがね、コツコツと徐々にね、こなしたいと思います。なおね、今日朝焼けは綺麗なものが見えました。ある意味ね、初日の出以上のものが見れたと思います。この後ね、岡山に戻るので、初日の出はその下りのね、列車の中でゆっくりと拝みたいと思います。新年一発目の動画となります。2019年、改めましてふみチャンネルをよろしくお願いします。今回はこの辺りで締めたいと思います。次回の動画もよろしくお願いいたします。